まあ、気温の違いはありましたけど、全然戦えることはこう実感できたし、こうもっとこう手に貪欲になってチーム全体としてまあやっていきたいなと思います。まあ、やっぱりこうスペースもできてましたし、背後の動きと、まあ、あとはこう相手の味方のロングボールに対してこうルーズになってたところをまあ回収したり競ったりっていうのがこう必要だったんじゃないかなと思います。まあ、アウェーでこの結果は決して悪い結果だと思うではないと思いますし、まあ、次につなげて次ホームで勝つことが絶対的な大事だと思うんで、そこに個人力していきたいなと思います。まあ、みんなカバーし合って、ミスもあるかどうかで、カバーし合って、カバーし合って、みんなで助け合って、最終ラインの人と話せば、まあ、僕の近くだったら、すぐ距離感が、まあ、すごく助けてくれてたし、僕は、健太にしろ、セルジーにしろ、こう、僕だけじゃなくて、グループで取るっていうところでは、意識してやりたいところもあったので、そこはしっかり継続して、やっていきたいなと思います。僕が、まあ、どういう選手かというのは、まあ、みんなはちょっとずつ分かってきてると思うし、僕もみんながどういう選手かっていうのが分かってきているので、これからもっとこなせばよくなると思います。まあ、やっぱ日頃のトレーニングで、やっぱコミュニケーション取らないと、やっぱこういう大一番って時に本当に出ると思うので、その練習っていうのを、一日の練習っていうのを慣れないですね。ちゃんとこう声が出会ってやらないといけないし、自分もこう後ろから見てる立場なので、もっと声出さないといけないし、そこは途中から入ったからとかじゃなくて、声出すところは声出さないといけないかなと思います。正直、ガンバ戦で僕、ちょっとやらかして引きずってたところもあったんで、で今日、まあ、練習ですけど、まあ、出るってなって、やっぱりこのミスを帳消しじゃないですけど、やっぱりプレーでこうやらかしてしまったら、まあ、選手やってる以上、プレーで取り返さない、取り返すしかできないと思うんですけど。結局ピッチでも見せるしかないと思うので、まあ、結果的に今日は勝てなかったんですけど、まあ、もっともっとこうやっぱりアントラーズの勝利のためにしっかり貢献したいといけないと思いますし、僕自身はこうやっぱ戦うっていうところが冷静に、まあ、1対1だったっていうところは、まあ、そこはしっかり負けないので、例えば今日前半のピンチのところも、あそこに僕が入れ替わってピンチになったので、そういうところもしっかり反省してやっていかないと、だって上に行けば今後ああいうのをああいう隙で決められるとか、しっかり反省したい。一旦이기면더좋았을텐데더운그런환경에서도뭐일단승점1점이라는뭐비겼다는부분에대해서물정경기를한부분에대해서는뭐만족아니만족을하고있습니다。やっぱりこの暑さの中でも勝たなきゃいけないっていうのは意識してましたが、やっぱり無失点でアウェイの試合を終えたことにはまあ少し満足してます。もう아시다시피もう이게중국서포터분서포터들의그런응원이말하기에굉장히힘든여건이기때문에크게뭐어떠한말보다는필요한말위주로하려고했고또선수들이중요한경기이기때문에집중이높은상태이기때문에크게뒤에서제가할일보다는실점안하는부분에중점을두고경기를했습니다중국의サポーターの応援の声で声が届かないシーンもいっぱいありましたが、やっぱりなるべく必要な簡単な言葉で伝えたり、まあ、もちろん僕だけじゃなくて試合の重要性はみんな把握してましたので、そういうところでは声をかけずみんなの意識の高さで乗り越えられたかなと思います。満足스럽지 않습니다뭐항상만족하는경기는없고그런만족하는경기가있어서도안된다고생각을하기때문에더발전하기위해서노력할거고저희가상황올라기위해서일단전반전이끝났다고생각하고후반전에는더좋은모습보여드리도록하겠습니다僕自身のパフォーマンスとしてはやっぱり満足できるものではないと思いますし、いや満足する試合はやっぱり1試合できるかできないかぐらいのシーズンになりますので、まあ、その中でもやっぱりホームでの試合2戦目をしっかり勝って、まあ、準決勝に進みたいと思います。ありがとうございます。